ロケーションを設定。よし、そしてさて、ここにしか行けないのか。今のところ旧ロシア、さっきのとこではないか、これは。まあいいや、開始。ここには何も残っていません。フォーノンは何でも持っていくんです。この船が見つかっただけでも幸運です。ガーディアンといえど船がなくてはシティを守れませんからね。ただし地球外で戦うにはワープドライブが必要です。それがある場所はあのコスモドロームくらいしか思い当たりません。フォーノンから一度生き延びたのです。二度目も大丈夫です。ガーディアンの船が最近ここで撃墜されたようです。ボールの手が回っていなければパーツを回収できるかもしれません。さて、目標はどこに行けばいいんだ。あっちか。うん、かっこいい銃だな。あえてこっちに行ってみるとか。落ちたらどうなるんだ、これは。死ぬのかな。どうなんだろう、よくわからない。さっと、これか。ゴーストを展開。船のアビオニクスが完全に停止ですが、最後の信号を抽出できます。彼らはここの情報ハブを修復しました。トンネルの中です。確かめてみましょう。了解した。そしたらトンネルはこっちか。パンパスで、かっこいいな、この銃。こっちから回り込む。野郎はどこに行った。よっしゃ、うん、もう2発で倒れるとすごい。
さあ来い。強いな。よっしゃ。スクエア。これはどうやって取るんだ。取れないのか。さあ、地下だな。エリア全体のマップです。よし、さて、ワープドライブを見つけさえすればどんな惑星や衛星にも飛べます。例外もありません。唯一の希望は船を見つけた場所です。戻りましょう。敵はいないのか。アイテム回収する。コードファイヤー、なんかゲットしたぞ。敵はいないのか。いなさそうだな。よし、それでは帰還しよう。まだいるし。わおわおわお、もういっぱい。いやー、まずい。やばい、死んでしまう。誰か助けてくれないのか。ここに隠れるか。回復。危ないとこだった。こっちから回り込んでやる。おっと、やろ。よし、特殊エープン弾最大。ああ、いっぱいだから取れないってことか。向こうに行くのか。急なやつか、これは。お、炎か。
やば。すごいな。やられてしまった。ああ、やばい。危険だな。まずい。いやよし、倒した。強かったな。しかし22つけてるか。うん、こんなとこか。戻ってきましたね。ワープドライブをスキャンします。悪い知らせです。すでにフォールンの支柱にあります。マジか。準備はよろしいですか。リスポーンは制限されています。暗黒フェーズ、どういうことだ。